はいみなさん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね。 今回もね、例の注射などに関するですね、情報のアップデートをしていきたいというふうに思うんですけれども、今ですね、もうすでに第1、第2のパンデと来てですね、次の第3がね、来るんじゃないかというふうに言われていると思うんですが、それがですね、今年中に起こる可能性がね、非常に高いんじゃないかなと個人的には思っております。というのもですね、11月に大統領選がね、あるなどですね、そういったね、ところで郵便投票に持っていくためのですね、様々な口実の一つと、 してですねまあ、それがね進んでいってるのかなというふうに思うんですがそのパターンがですねまあ、2つほどありますのでまあ、その辺のねお話をしていくのとともにあとはですねまあ、世界でね今はびこっている LGBTQ などに関連するですねまあ、お話をですね、えー、していきたいというふうに思いますのでぜひ最後までご視聴いただければと思いますで、ここで一つ告知なんですけれども今月5月の26日日曜日にサトリズム TV の浅村ま樹さんとともに第2回目のシークレットコラボ講演会を開催いたしますそちらの講演会ではこれからの 日本でです、ね、まあ知っておかなければならないようなですねまあ情報だったりとかですね、まあ、あとは対策考え方などに関してもですね共有するようなそういったね機会にしていきたいというふうに思っておりますので是非ですねみんなでつながって徐々に徐々にですねその輪を拡大していけたらというふうに思いますので是非ご参加いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 詳細は概要欄の方に載せてありますので、そちらの方からチェックとお申し込みのほどよろしくお願いいたします。というわけで、今回のですね、本題の方に入っていきたいというふうに思うんですけども、まあ、これですね、今話題なんですが、日本人のですね、まあ、女性の同性カップルがカナダ政府にですね、難民認定されたということで、まあ、この理由としては差別が日本全体にあると、まあ、要するにま、そのジェンダーカップルとかね、まあ、そういった同性のね、ま、カップルだったりがそういったものへの理解が乏しいみたいな、なんかそういうですね、お話になってるんですけども、さらに差別 差別とか迫害とかそういったねワードが出てきてるんですが、なんか日本人ってなんかそんなに差別とかなんかそういう部分ってあんまない民族だよなという風に思うんですよね。まあ、よほどのことがない限りはというか、だからそういったところを考えるとこのね意見がですね結構まあなんか、うん、なんかよくわかんないなというかですねまあ、何を言ってんのかなという感覚なんですけれども、まあやはりねカナダがですね今そのグローバリズムのまある種の拠点の一つというかねまあ、そういったね形になっているわけですけれどもまあ、非常にですねまあ元々は、ね 本当に自然豊かでねいい場所だなと僕もいろいろね知っていく前はですね思っていたんですけれどもやっぱ友達とかカナダにねホームステイにね行ったりとかして人もねすごく良かったよっていう話もね聞いたりとかしていたのでまあある種のね前は憧れの地の一つだったんですけれどもメープルシロップとかもねおいしいしってところであるんですが今現状はですねこういった LGBT に関連するですね法案とかねそういったものもガツガツにやっていたりとか他にもやはり安楽死のね部分ね ととかがででででですすすねねね承認さされてていいいるんらに層層うう、ねまあ、自然あのお葬式です、ね、っていう感じで、まあ、人間というかね、生き物を自然に変えそうみたいなね、概念のもと、それを肥料にね、活用しましょうみたいなね、そういった法案もですね、まあ通していたりとかするなどですね、まあなんかこう、なかなかね、最先端のようなことをやってはいるんですけど、結構こう、生命倫理観的にもね、様々な感覚としてもどうなのかなと思うことがですね、非常に多いと。いいような、そんな種類になっているようなね、ところな なんですね、だから今結構ね、まあ、問題となっているのは、まあ、27歳のです、ね、自閉症の娘さんがその安楽死をの望んだというところでお父さんがそれに対して反対をね、まあ、したけども裁判になっちゃってお父さんの意見がですね、まあ、裁判の中で止められてしまったりとかですねあとはですね生まれて間もない段階で長生きができそうな子だなというふうになんかこう判断したらばそんな不健康な状態で生きていくのもかわいそうだから。 安楽死させましょうみたいなね。そういったものも出てきていてですね。これはまあ非常に難しいところで賛否両論あるかなというふうに思うんですが、まあこう、こう持つですね、親の身としては非常にそうなってしまっも悲しいところではないですね。本当にもう頭おかしくなっちゃうレベルの話かなというふうに思いますが、そういったことがね、もうんどんどんね、あの現実化していってる。ただやはり、まあ調べていただけたらいいかなと思うんですけれども、日本の SNS 上とかでも安楽死に関するところは、 割とですね、自分使いたいみたいな感じの方が多くてですね。まあこれはね、なかなかその当事者のね、気持ちの部分はね、介入の余地がない部分にもなってくるかなっていうふうには思いますんで、まあ、かなりデリケートなね、ポイントかなとは思いますけれども、ただまあそういったですね、子供とかね、まだ判断がね、自分でこうできないようなね、子たちをですね、親が例えばそういうね、判断を下してね、まあ亡くならせていくような事態っていうのは本当にですね、避けていけたいなというふうにはね、個人的には非常に思うところです。 まあちょっとね話を戻すと今ですねトランスジェンダーに関するですねまあ法律などでですねまあかなり急加速的にですね日本でもねまあ強行措置的な政策の通し方をねまあされたということで LGBT 法案がね通ったわけですけどまあ各国まあそんな感じだったりとかしたわけですよねもう本当に法律として定めまくってですねガツガツにこう固めていくというような動きがあったわけなんですが今現状ですね それやばいということでですね、そのね、法律を廃止するなどの動きがね、まあ、出てきていて、まあ、例えば一つで言うと、ペルー政府はですね、トランスジェンダーを精神障害者として公式に分類するというふうな、ね、発表したということで、LGBT のね、まあ、支援団体はですね、もうそれにまあもちろん反発するような形になってるわけなんですが、まあ、あ精神障害者っていうね、表現自体はね、まあどうなのかなというふうに思うところではあるんですが、まあこういったですね、対応になってると、まあ先日もちょっとお話ししましたが、 ななどどでででももトランンスジェンダーなどのそのにに関連すすするる教育とととかそうういいったものをですね禁止こ日本でもやはりそういったものは進んでたりとかしますからやはりですねあのある程度の自我が確立されるまでの段階の子供っていうのはもう何色にもね染まる形になっていくし自分がまだねわからない状態なんですよね頭のね脳波がシータ波っていうね状態なんですけど催眠とかねそういったものをかけられているときと同じようなまあ脳のね周波数帯なわけですよ なってくるとその頃って夢と現実の区別がなかなかつかないから、例えば戦い国交とかおままごとみたいな感じやったりとかね、まあそのはその、ね、延長線上にあるようなものなのかなというふうに思うんですが、そういった時期に入れられた、例えば間違った概念とかね、まあ、なんかあるべきじゃないなというような概念が入れられたとしたらば、その子はそのままですね、ずっとそれをね潜在意識の中に組み込んでいかないといけなくなってしまうということで、非常に問題かなと。 思っています。はい。で、次がですね、まあ、まあ、本当にね、まあ、何があろうが、やっぱり一番被害を受けるのは子供だなと、本当に感じているんですけれども、 この度ですね C、C の方からですね、出た発表でですね、あの、接種1年半で0から40代前半の間でなんと50万人が亡くなっていたことを認めたんですよね。これ、もうね、日本で報道されないと本当に信じられなくて、今現状ね、日本でもね、メジャーとなっている P 社とか M 社とかアストラ社とかね、A 社とかね、まあいろいろあると思うんですが、まあそういったところも様々なね、その不備とか副反 反応の部分とかいろんなこと認め始めてるわけじゃないですかでも日本では全くそういうところが危険喚起されないと いうようなところだし、まあ政府もですね、どん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 言ってることをコロコロ変えてきている。まあテドロスとかも追っているとそうですけれども、そういったところに対するですね、こう、まあ弁明というか、なんかこうね、なんかいろいろ言えることあるのかなというふうに思うんですけれども、そういったこともなく、なる、いまだにですね、まあその推進をしていたりとか、あとはですね、総務省の方でもですね、まあ、Yahoo ニュースとかね、まあ Yahoo ニュースかいろんなね、それに関連するですね、ニュース消えてたのはこれなのかなと思うんですけど、まあ要する にそのまあ、プラットフォームですねニュースとかそういったものを扱ってたりとかするようなサイトプラットフォームの方でですねどういったそういう規制をするデマを規制する対応をしてるのかみたいなね、えー、ものとかがですね設置されてたりとかするんですよそれがいつから設置されたのかちょっとわかんないですけどなんか多分最近だと思うんですよね最近見たんでまあそういうねこともですね、まあ、やはり水面下でも進んでるし、えー、ぜひよかったらですね Yahoo ニュースで、まあ、それらに関連するですね、まあ、情報をね、えー、見たことある方はそれをね、まあ、検索して というかちょっと URL とかがないとなかなか確認しにくいかなと思うんですけれどもまあ、やってみるとですね多分ねページが削除されましたみたいなやつ出てくるかなというふうに思いますんでま良、あ、かったら確認してみていただけたらなというふうに思いますねで、まあ、さらにですねまあ、今年大統領選がね行われるということでそこに向けてまあ、様々な軸でですねいろんなことが動いているとまあ、パンでもそうですしまあ、戦争関連のねお話とかも、えー、そうかなと いうふうに思うんですけれども、今ですね、その鳥インフルと、あとははしかですね、この二つがね、なんかこう、各国で結構言われている、まあ日本では特にね、鳥、えー、インフルの方が出てきているなというふうなね、ところなわけなんですけれども、そういった、まあ、ウィちゃん関連のね、お話とかもですね、まあ非常にですね、多くなってきているというところですし、まあそれに対するね、対応っていうのもですね、なんか徐々に発表され始めてたりとかするということで、やっぱり新たなですね、えー、注射とかそういった話が 出てきてきたりとかすするわけですよねでもう何度も言ってるんですけどその実態があろうがなかろうが極論言うと関係ないわけですよ。もうそれを政府がね発してしまえばもう世の中はそうなってしまうと。ね。みんな言うことを聞くんだということはですね。もう特に日本ではですね。もう証明されてしまったというところなわけなのでそれがあろうがなかろうが仕掛けることはできちゃうし信じさせることもできちゃうわけですよ。もうさまざまなメディアとかも使ってね。そういうところから考えていくとですね。 とと見えてるかなといいう,うに思いますんで自分がそうなった時どうあれるかどうあるべきかっていうのをですね多くの人がい今一度ですねリアルにね自分にこう問いかけていく必要もあるかなというふうに思いますしあとはやはりね次のものがですね前よりも良くなることはないと思うのでそういったところから考えると今まで以上に本当に自分の大切な人とかそういう存在を守るための行動啓蒙とかインフルエンスっていうのはですねもう僕らだけじゃなくて多くの人でやっていく必要が あるかなというふうに思います。まあ、なのでですね、まあそういったね、情報に関してはですね、僕の方でもですね、集めて日々発信していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。で今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕の運営しているニコニコチャンネルや X の方で発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。 というわけで今回は5年で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。